はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は新しく90プラプラが出てきたということで動画撮っていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、今回ね、2ウェーブ式のクエストとなっているんで、比較的に周回編成の幅っていうのは広いんじゃないかなと思ってます。まあ、バーサーカーとムーンキャンサーいろいろあったりするんでね、まあやっていこうかなと思います。はい、ではまず1つ目の編成、冤罪バックドロップの周回です。やっていきましょう。まあ周回に関しては解説しながらやっていくんで、どうぞよろしくお願いいたします。まあとりあえずね、もう今回めっちゃ簡単、モリアーティで宝具バーンって打って、悪属性付与して殴っていくって感じです。で、1ターン目に関してなんですが、NP チャージをモリアーティ若森に打ってあげます。で、そのままオーダーチェンジして若森に全部バフっていくって感じです。で、ここ宝具レベルね2だった場合めっちゃ楽、めちゃくちゃ楽なんですけど、自分宝具レベル1ということで、まあ第1スキルん違うね第2スキルですね、アペンドのやつ開けて補填してるって感じです。で、このままバフに関しては全部若森にします。これ若森にしないとね足りないっす、バフが足りないんで、若森に全部やっていきましょう。宝具レベル2だったらねマジでよかったんだけど、まあここばかりは仕方がないと。はい、悪付与するんですか、ちょっと残っちゃうんだよね。で、 NP 回収率見てもらったら分かるんですけど、 30% まで溜まるということで、モリアーティの 50% とアルトリアの 20% で、まあ、確実に溜まるって感じです。で、2ウェーブ目ラストですね。で、ここは普通にバフっていきます。で、星出し等はいろいろちゃんとできているので割と楽にできるかな。で、打つタイミングとして若森の宝具アストライアって感じです。こうじゃないと死ぬからねこうじゃないと特攻が乗らないんで、そこだけ注意しておきましょう。まあわりかしこの編成に関しては、まあ2ウェーブ周回ならではの編成ってなってるんで、結構楽にいけるかなと思います。で、敵の体力がね51万とかだった場合飛ばすことできるんだけど、乱数でねちょっとね残ったりすることがあったりするんで、そこだけ注意必要かなと思います。はい、アストライアさんの宝具がね60万出る時もあれば54万の時もあったりするんで注意必要です。はい、ということで1つ目のパーティー編成こんな感じでした。2つ目いきましょう。2つ目の編成なんですが、カレンの編成です。ここ嫁ネロ使って天特攻を生かしながらぶん殴っていきます。ではやっていきましょう。まあ90プラプラはね、やっぱオーダーチェンジとか宝具レベル高いキャラクターとかが前提だったりするんで、ちょっとそこだけきついね。で、1ターン目なんですが、普通に嫁ネロのバフを全部カレンに打っていきます。で、オーダーチェンジします。はい、オーダーチェンジします。で、そのままカレンにバフを打っていくだけっていう簡単な作業です。もうただただこれで勝てるんで楽って感じですね。はい、飛ばしましょう。で、ここカレンね、俺宝具レベル5になってるんで頭おかしい火力出てくれるんだけど、宝具レベル2とか3だった場合ちょっとバフの量が多くなる、バフの量を増やしてあげないといけないってなるんで注意してください。まあダブルスカリーにしてるんだけど、オベロンとかの方が楽かなって感じです。で、 NP チャージ見てもらったら分かるんですが 42% あるということで、ここバフってバフってぶん殴るって感じです。もう余裕ですね。多分ね、自分はカレンを最強にしてるがゆえに楽にできているんですが、多分これきつい方が一定数いるかなと思うので、その方は追撃とかうまいこと活かしながらやっていくといいかなと思います。はい、244万ですね。余裕です、余裕でオーバーって感じです。では、2つ目の編成終了ということで3つ目の編成いきましょう。3つ目の編成なんですが、チンキュー使ってエッチャーの特攻でぶん殴っていこうって感じです。で、ここオーダーチェンジします。はい、まあチンキューで無理やりぶっ飛ばしてオーダーチェンジしてゴリ押していくっていう感じの編成となってます。なのでちょっとね敷居高めって感じです。1ターン目に関してなんですが、もうチンキューにバフっていきます。チンキューバフで OK です。で、オーダーチェンジでキャストリアを持ってきます。で、キャストリア持ってくるんですが、ここはもう全部チンキューにバフすれば OK なのでこれで終了です。はい、あと宝具打ちましょう。で、ここ宝具打ったタイミングでもうチンキューの火力がねめちゃくちゃ高いんで余裕で飛ばしてくれます。はい、20万何それ、こっちはね56万出すんだよという
まあ、ただこれあくまでね乱数によって変わるんで注意してください。乱数で多分ね6000ぐらい残ることがあったりするんで。でラストに関してはここでバフバフでバフすると、でえっちゃんに攻撃力アップブーストつけてフリー力アップとかいろいろつけてあげるといいかな。で攻撃力アップもつけて、まあ、念のためバスター性のアップとかもつけておきましょう。でこれ押すタイミングなんですが、えっちゃんが結局 OC 上げたところでセイバー特攻しか乗らないので、えっちゃんを先にして殴っていきます。でこの際マイティーチェインとかが組めると安定性が上がるって感じですね。はい、ここ全特攻が乗ってるんで結構いい火力出してくれます。はい、防具レベル1で78万ですね。これ2だったら余裕で飛ばせます。防具レベル1がゆえの弱さって感じかな。でここ OC 上げることによって火力伸びているので、はい、30万出して飛ばしてくれます。まあ、この編成もわりかし強かったりするんでおすすめです。まあえっちゃんの枠を別に金時にしてもいいかなって感じ。まあ、ここは単体アタッカー使ってあげるといいかな。青少納言とかでも結構いいんじゃないかなと思います。はい、では4つ目の編成いきましょう。続いての編成なんですが、イオちゃん使った編成ですね。もう普通にキャストリアでバフってぶん殴っていくっていうシンプルな編成となってます。ただここね、宝具をねキャストリアの宝具打たないといけないんで、そこだけちょっとネックな点になってるかなって感じです。1ターン目なんですが普通にバフっていきます。で、安定性を上げる場合ですねに関しては、イオキャストリアですね、キャストリアの宝具を2回打たないといけないんで、そこだけ注意してください。ただ俺はそういうのめんどくせえなって思ってるんで、そのままやっていきます。でキャストリアの宝具もう打って攻撃力バフ打ってあげます。はい、でここねキャストリアのバフがないとクリティカル運用しないと突破できないみたいな感じになるんで注意してください。まあイオちゃんの宝具レベルが上がっていたら一番いいんですが、まあ仕方がないということで。でここね OC でね宝具威力アップとかついてたらめっちゃ熱いんだけど、この子はね OC 上げてもね呪いの倍率しか上げてくれないんであんまり変わんないです。はい、 OC に依存することはないかなと思います。でまあラストに関しては NT チャージ、攻撃力アップスター獲得、いろいろ全部打っていって殴っていきます。でねイオのアーツのクリティカルが1枚あるとほぼ確定で突破することができるんでいいかな。まあ、この編成は比較的に楽なシステム軸で周回できる編成となってるんで割と楽かな。まあ何も考えずに脳死でできるんでおすすめだったりします。で体力6万9000残るんですが、クリティカル1回でも入ったら飛ばしてくれるんで楽にいけるかな。はい、ではイオの編成でした。続いての編成いきましょう。はい、ラストの編成なんですが、スカ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 オベロンです。はい、スカリーに思いっきりバフって頑張ってもらうって感じの編成です。以上で、まあこの編成ね強い強いというよりなんかやってることが脳筋すぎておもろいって感じ。もうスカリーにね全部バフすればいいんです。はい、スカリーに全部バフしちゃって、でもう防具打ちます。はい、でここ急チェインしなくても勝手に星は生んでくれるんで特に気にしなくて大丈夫です。でこのルーラースカディで飛ばせる理由なんですが、めっちゃ単純で相手秩序なんですよ。秩序特攻がぶっ刺さるということで余裕でいけます。でかつここ3段階の急性のアップ入ってるんでね、1ウェブ目もね防具レベル1でね簡単に飛ばすことできるんですよ。でこのままオーダーチェンジして 50%、 はい、バフバフバフドーンってしてあげると、あら不思議、勝手に死にますっていうこの編成も比較的に楽な編成です。割と強かったりします。まあ、ただスカディをめちゃくちゃ持っている前提となるんでちょっとそこだけが難点かなと思います。はい、150万持ってるんで次のターンクリティカルして突破していくって感じですね。ということで、まあいろいろな周回編成お話ししてきたんですがこんな感じとなっております。でまあ今回ね、まあ敵がムーンキャンサーで結構しんどいっていうのはあるんですが、バーサーカーで殴りやすいっていうのと2ウェーブ目の周回
となっているんで、周回の幅だけで言うと結構広いかなと思います。まあ、あとは今回ね、特攻の祝福チョコ使っていなかったんですが、祝福ロックオンチョコ使って周回していくっていうのもありだったりするので、まあ自分の好きな編成で回っていくっていうのでいいんじゃないかなと思います。はい、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。